さて、もうすぐ2度の3連休を含むシルバーウィーク、旅行を計画している人も多いと思います。ところが岡山市の旅行会社では予約が低調だといいます。一体なぜなのでしょうか。まあ、こちらが8月9月の今現状のパンフレットになります。夏から秋が旬の果物狩りを目玉にしたバスツアー。県民割やブロック割を利用すれば1万円足らずで参加できることから人気です。行動制限のない夏休みだった先月、岡山市の下田観光バスではバスツアーの集客が去年の10倍を記録。しかし今月はその状況が一変しました。政府の発表から、こういった形の割引の発表っていうところで商品のこう展開 に非常にスピード感が必要になっております。お客様の方にもなかなかこう情報として発信が、できてない。このパンフレットを作った時点では県民割などの対象期間が先月末までだったため、その通りに記載しました。先月25日に期間の延長が決まりましたが、予算や時間の面でパンフレットを作り直す余裕はなく、今月は低調な予約から実施できなかったツアーもありました。今は SNS などでの PR に力を入れ、予約の積み上げを図っています。お客様になんとかちょっと発信の方もスピードを求めてやっていこうという、気温の方も少しずつ良くなってですね、観光シーズンには入ってきますので、そういったところでお客様の活性化が期待をしております。需要の回復基調に乗っていけるのか、旅行会社は手探りの日々が続いています。